真核生物のリボソーム DNA の模式図。18S、5.8S、28S の各領域を含み、タンデムリピートを形成する。5S サブユニットはこれらとは、転写単位を形成せず、別領域にコードされている。NTS、ノントラクライブドスペーサー、ETS、エクスターナルトランスクライブドスペーサー、ITS、e、インターナルトランスクライブドスペーサーズリボソーム。 DNA はリボソーム RNA をコードしている DNA である。リボソームは細胞内でタンパク質やペプチド差の合成を行っている小器官であり、リボソーム自身はタンパク質と内寄よりになっている。渦の通り、ドナは NTS、ETS、18S、ITS1、5.8S、ITS2、 それに 28S を含む転写単位の反復配列から構成されている。ドナーには 5S なおコードするもう一つの遺伝子があり、大部分の真核生物ではゲノム中のどこかに一致している。症状倍の場合、5S のドナーもタンデムリピートを形成している。細胞核において染色体中ドナーにあたる領域はループ構造を形成し、各固定として視覚的に確認できる。 このドナ領域によって各固定が形成されることから等し形成部位とも呼ばれる。ヒトゲノムにおいては13、14、15、21、それに22番染色体の敬語染色体に等し形成部位が存在している。ドナのタンデムリピートにおいて反復単位間の相違は非常に少ない。このことはそれぞれの配列が互いに協調的な進化を遂げてきた。 ことを示唆している。九州の症状場へ属における後、エスタンデムリピート領域の比較研究では、この領域には、挿入や血質が頻繁に起こっていること、また後及び3の両末端には保存性の高い負、ランキング領域が存在することが分かった。これらの変異は、DNA 複製時の娘さのズレや、遺伝子変換によって起こるとされる。 ドナの各領域はそれぞれ異なる進化速度を持っている。そのため、ドナ配列は幅広い分類群レベルの系統情報を保持している。ドナの転写領域は種内での変異が小さく、従って少ないサンプル数で主観の系統関係を推定することができる。保存性の高いコーディング領域ならば、人と質が酵母のような系統的に遠い、生物同士の比較が可能である。 人と質が交互の 5.8S 領域は75%の相当性を持っている。コーディング領域が高い保存性を持つ一方、スペーサー領域である ITS は挿入、結出、点変異などにより変化に富む。ITS 領域は進化速度が大きすぎるため、人とカエルのような離れた生物の系統解析に用いることは適切でない。 ITS 領域は禁煙種や同胞種の識別、系統推定に威力を発揮する。ありがとうございます。